はい、皆さんこんにちは、ターザン馬場です。そして大河作です。宮坊です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価と通知もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日は今年最後初で確定ガチャ。イエーイ。ということで、はい、やっていきましょうか。はい。オンリーアルファ。オンリーアルファガチャは引かないよね。一旦ね。価値が薄いまあちょっとアルファもね増えてきて、そうなんですよ、ちょっと俺は厳しめかなっていうふうになってるのでね。はい、まあそう言ったら発令確定もだいぶ人によるとは思うけども、オールアルファだからね、すごいんだけどね。実質今活躍してるのがニュートンアルファが一番かな。そうですね。なんでちょっと今回はこちらはちょっとスルーさせていただくと。まだわかんないよ。もうまだ引くか。アナスタシアいるからね。アナスタシア。アナスタシア欲しいね。アナスタシア欲しい。アナスタシアに混ぜるため。はい。じゃあこっちかな。はい。ということで次確定なんですけれども。はい。限定も出るから。限定も出ます。だって工場キャラはコンプリートしてるわけですからね。私コンプリートしておりますので限定確定ガチャになっております。そうです、実質的に。そういう人じゃないと逆に言うとあんま聞かなくてもいいのかな。聞かなくていい気がしますね。で、私のメンツがもうこうなっておりまして、火は誰も出ない。こうなっておりますね。火をお火聖子ちゃんがいなくてですね、はい、光は全部いまして、闇木星もいるということで聖子確定。聖子ガチャ。つかさ、水戸光圀なんで入ってないの。いや本当そう。いやだってここでふざけんなよー。悔しいじゃん、水戸光圀ね出したばっかりしかれたらやっぱりいいじゃん。悔しいじゃん、悔しいじゃん。誰だよ悔しいの。作ってる側の人ふざけんなよなー。みんなこれ引いちゃうからあれが引かれなくなっちゃうじゃん。クリムトは入ってるの。入ってる。ふざけんなよ、ふざけんなよな、マジで。やっぱ悔しいから入ってないんだ。ぶっ飛ばすぞ。なんで政宗入ってないの。おかしいだろ。今年最後じゃなくて、今年最後じゃない。政宗入れてよ。来年キャラだから。はい。じゃあ聖子ちゃん。いやまあでもなんか他のもねポロリする可能性もありますから。何？ああ周りでね。周りがね。働いてるからね。うん。政宗。怖い。たまにやっぱこういうキャンペーンもあったりするかもしれないからね。はにゃ先に政宗使えるよキャンペーンがね、もしかしたらすぐ回収されるんでしょ。2時間とか限定で。お、アリババだ。お、メッシメッシヘラクレスだ。え、本当。いや止まる。イエーイ。三つにないコンプだ。以外と素晴らしい進化大聖子、大聖子になりました。まあでも聖子ちゃんもね回2月あたりありそうなんで、期待。いや2月実装じゃないんだよなこいつ、確か5月あたりだったんですよ。全然ね、まあ来年あたりはありそうなんでね。まずは不備来犯から来ると思うんですけど、じゃあレベル1の聖子ちゃんをやっぱスピード調整、あえてスピード調整して、いやマジで使うところは今のところないっす。なので熟成熟成熟成させます。はい、ですからそう何でも熟成させるのはいいことなんで、はい、そういうことにしておきましょう。はいということでいやまあちょっと見てみたい感はあるけどね。小川さんの顔を見てみましょう。いやーやめといて。でもあんまやめるろって言うと引いちゃいそうだしな。黙る黙る。俺は黙ってます。ええええやめろ。いやでもやっぱこの分やっぱおまけ付きの超重心さえ引いた方が、振り返りもある。振り返りもええだって振り返りから水戸光圀出るもんね。そうそうそう、後半の方ね。変えたね。とどまりますか。もうよかったよかった。えらいえらい。iPhone 電源落としたわけ。じゃあ馬場さん。じゃあ続いてはタイガー桜いきましょう。はい、じゃあ次はタイガー桜いきましょう。はい。私ですね、引かせていただきたいんですけれども、ちょっとね、何を隠そう、何を隠そうですね、いるんですね、全部。おお、じゃあ全部退場だ。やったーやったー、水戸光圀が良かったよ。実オールスターガチャー。そう、限定はね、あくまで。でも工場結構持ってなきゃいるんで。なるほどね。俺これ引きません。ああ、それ正しい判断で、ちょっとこちらでね、正しい判断です。どちらちょっとやらせていただきます。そうですね、それがいいと。順番出てください。は順番つけてください。出る順番、出る順番。何持ってないの？ザリチュガビチと、ザリチュガビチじゃないけど、タルフィ&ザリチュとクロッカス。ああ、クロッカス以上とコーン。はい、おばとコーン。はい、順番 OK。 最初、じゃあ私予想させていただきます。はい、俺ザリチュガビチュ、クロッカスで。ああ、じゃあ俺コーンいくぞ。クロッカス来い来い来い。クロッカスザリチュ、クロカス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 、粘れ、クロカス。1ポイント。じゃあ次は競馬みたいな3連単。3連単だよ。きた、3連単。次はクロカス、あとコーンとザリチュガミです。じゃあここはなんだっけ、タルフィ&ザリチュとコアンでしょ。コアン、まあちょっと金量優位の尾形コアンでザリチュ。じゃあ金量、いや2人なんでちょっと金量的に優位かなってザリチュ。ここは尾形コアンですね、金量的に。ザリチュ1ポイント。20万だ。くそー、ワウドにしとけばよかったじゃあ後半失礼しました。生まれ外した。おい、まあこれでじゃあこれでコンプさせていただきました。はい、ありがとうございます。なるほどね。でオールスターガチャになったんで発言を引くと、これも出ないんだよな。あれはな、出ないっす。もうね、これ激アツガチャなんでマギア欲しいっすね。まあこれわかんない、対象が増えたかどうかちょっと絶妙なんで、増えなかった気もするんで引いちゃってもいいかもね。マギア、悟りでもいい。悟りマギア、八重でもいい。こいこい結構あるよ、確率。まあね、今年出たキャラですからね。はにょー、限定確定熱いよなこれ。はにょ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 、ごちそう。お、ルナ、ルナすっごい出んだよね。そうなんだ。うん、運極にしようか。運極あるかもしれない。ルナ6体目ぐらいです。でこれもちょっと引いてここ終わりたいと思います。はい、それは限定は出ない、出なそう。期間決まってる工場ガチャだっけ。ああ、ピムスじゃん。ピムス、ピムスね、ピムス、ピムスピの娘ですか。お、シュプニグラス。よし。じゃあ小倉さん。はい。お願いします。行きましょう。俺行きます。はいはいはい。じゃあ小川さんのガチャ行きましょう。はい。私は引きます。お、引く。何を持ってないんだ。結構持ってないんで。なんだなんだ。まあまあ言いますんで、ちょいちょい。キルヤとか。水は同時切りだ。ミューズがいないです。やばいやばい、一生出ない。ミューズマジで。摂取もいない。この通りほらシュレディンガーとかいまだにいないし、正気もいないし、王将君もいない。正気は現状いらない。現状ただ週末いないじゃん。うん、いないし、そう週末もいないですし、じゃあこれ半分ぐらい当たりですね。限定引ければ嬉しい。で俺工場がヒアシンス、篤姫、としみちさん持ってないんですよ。だからその辺を潰したい。としみちって誰でした？大久保としみちさん。そうそうそう、俺としみちって呼んじゃったんですけど、大久保さん、大久保さん下の名前をちょっと俺、そうとしみち、俺読みにくいしね、これこんな道って読めない。じゃないのとしみつさん、としみつさん持ってないですので潰しておきたいので、この辺ちょっと先にね、これまず何でもないので弾けたら嬉しいじゃないですか。そうですね。この辺ちょっとご迷惑をおかけするんですが、これ出る可能性はあるのか。可能性あります。あるか以降だからね。はいはいはい、オッケー。よし、じゃあ行きまーす。はい、来い。はい、竹道。この辺で竹道とか潰せれば、としみちだ。としみち。あ、ハメるパイプ。よく出るね。パって。小川さんよくハメパイ出てるイメージ。なんかで、じゃあこのランク達成ミッションも引いちゃう。はい。はい。ランクだと1300かな。優しくね、優しく叩いて。今日優しい。おお、そうここに来てのランク達成してる感じがある。はい、発言は聞けなかったと。はい、3粒あればいいんですか。俺ね2粒だわ。2粒多分。じゃあ1個余るね。1個怖いね。1個抜けちゃうね。よし、ほっ、何が出るか。あと俺さっき篤姫としみち誰か言ったけど、隠れキャラ、隠れキャラいたー。こんなん隠れてた、俺確認してなかったわ。エウレカに出てきそう。うわー、これ発言も怖いな。うわ、やばいじゃん。じゃあなるほどなるほど、怒んないですよそいつ。礼節適正に。うわー、そう礼節適正。デバランさん、よし、これも発言。モンパスありがとう。もっといろいろしてくれてもいい気がする。司法と学びどっちかは選べるとか。最高だねそれね。誰だ、まだ隠れキャラいないよな。ああ、ヒヤシンス。はい、ヒヤシンス新カメラ、女の子みたいだね。オッケー、イエーイイエーイ。これ散々皆さんにさ、待って待って言ったけどさ、ちょっとガチャリドラいいっすか。ガチャリドラいきますか。最速で引くんで、これで発言を狙える状況なんで、すいません。ヒヤシンスは抜けたから、としみち、あと篤姫は、あ、篤姫は赤か。よし、じゃあこれで、はい、ここでね出たらね熱いからね。オッケー、ここで発言引けたら泣いて喜ぶ。まだわからない。いないね。いない。また朝だ。朝よく出る。ここで考えてる意味はないのでワールドにします。イエーイ。新中進化。よし、近そうっすもんね。はい、ワールドありがとう。よし、じゃあ発言は2枚しか抜けませんでしたが、限定の方が出る確率高いですよ。限定の方が高いから、確率高いから、確かにね、頼む、お願いしますよ。ミューズああ、確かにミューズがないはやばい。いきます。はい、リードラ確定です。おお、よし、とりあえず限定、限定だ。よかった。としみちじゃなかったね。よかった。正気。こっから抽選。道中で発芸原点が出る可能性はあるの？ある。道中でもオールスターだよね。だからね、中身はオールスターだ。オールスター。ああ、キングモード久しぶり。止まれ。これは嬉しい。やばすぎでしょ。嬉しい。今年の忘れ物。やばい回収。これはできすぎてました。えぐいえぐい。やった。欲しい限定。ね。しかも欲しいなった。おお。やった。楽になるんじゃない。ああ。嬉しい。よかったよかった。はい。ということで。皆さんのガチャリドラいきます。はい、じゃあ続いては、みやぼうのガチャリドラ。はいや。はいや。お、美しい。お、モグティカーだ。限定ないか。ああ。じゃあもう曲。お、すごい。お、よし。新宿進化。ありがとうございます。すごい。でもそういうのが一番いいね。運曲だ。曲、うん、はい、ありがとうございました。すげえ。じゃあ、はい、タイガー桜井いきましょう。はい、はい、じゃあ続きましてタイガー桜井のガチャリドラカードいきましょう。早いのよ。ほら、お、はい、キラーン5円玉リドラを獲得ということで、何を取るでしょうか。936K 葛飾北斎。一番ランク高い。全部絶妙だな、なんか。これなんだ。これなんだ、マジなんでもいいな。936K。北斎。北斎。936K。はい。出た。やった。じゃあ次は。はい。じゃあ最後私がいきましょう。はい。ということで私のガチャリドラカードいきたいと思います。だ。まあ鬼丸も1体ですから。まあアベルもまあでも1体だから、まあそこもでも引きたいかな。うんうん。っていうんでまあ、いや、はい、ヒット。光は人生の楽しみ。前のサムネだろ。じゃあいきますか。じゃあ火と光は確定ね。はい。まあ一回ここだけめくってみようかな。三度の飯よりガチャリドラカード。そんなに引けるんだよ。アベルだ。アベルじゃない。ナンバーだ。ナタンバー。ナタンバー。一瞬アベルだったわ。わかる。まああとじゃあいい感じに来ます。またスピニングブレードつきますよ。つかねえだろ。つかねえだろ。もうピョピョピョってなんか鳥みたいなの飛んでるやつしかついてねえよ。そうか、これだからもうそんなに引けないのか。残りは残り8枚。今回10枚だからね。うん。こういう感じで。あ、一気に引くんだ、バーゾンさんなのに。なんかその方がいっぱい出そうな。噛み締めなくて大丈夫です。ゴー。頼む。一気にだろ。これ待ってこれ。発言はいないんだね。あららららら。まあなんかあんま持ってるイメージがなかったアンバーもいたけど、でもこっちもな、まあ、こっちかな。いや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 、アンバーだよ。大好きな作の行こう。作のはもういい。作のは入れ替わる先がもう決まってるから。ほら、ヤタガラス人になったし、人鳥になったし。いや、もともと鳥なの。鳥鳥人鳥だから。アンバー。そうだ、そうそう。鳥鳥人鳥だから。アンバーもね、あそこで強かったじゃん。パンデモニウムで。いやでもなんか。ねずこねずこ。匂いあるのはミーミルかな。ミーミルムーミームシュ。ムーミームシュって言うんだよ。感じろよ。ミーミルの香りを楽しめよ。ミーミルムーミームシュ。ミーミルだな。でもナタスピニングブレード作りました。本年も20あんのよ。つくかもよ。リバーススピニングブレードつくかもしれないよ。ミニビルしとこうかな。ミニビル。ミニビルチャンスをちょっと信じるわ。はい。ということでミニビル。いやー、なかなかないね、発令は。難しいな。先月もね、失敗したしね。残念。でもまあまあ、全然でも1体しか持ってないやつ多いから、まあ全然2体目になるのはありがたいですよ。よし。はい、ということで、ありがとうございます。ミニビルありがとうございます。ちなみにはい。そしていや、終わりです、終わりです。からの。いや、初利もさ、でも、ほとんど、なんていうか、まあね、まあ限定もいっぱい持ってないのもあるし、いや、俺、ポルトスとか持ってないから、いいじゃん、ポルトス飛行。出るのよ、だからそういうの。ポルトスだ。ポルトス強いかも。出てどんだけだってんだ、まだカモってどういう状態だよ。だから引けないってこんな。いやだからコンプになりました、その限定確定ですわかるよ。それだったらわかるけど、どんだけの卓あんねんって状態だったらもう引くのないから。でも限定キャラも多いですからね。そうですね。ニムイチだ。実。限定キャラも多いけど、限定キャラの中のその。いい感じのやつもなんかもうだいぶなんかもうなくなってきてるから。でも一回見てみたいなその雰囲気を。地獄だよ。地獄だわそんな。切りついてほしい。一番大パンする可能性があるから。後悔もしそう。そうだみんな物に当たるのは良くないですからね。今日は当たってない。胸が痛いです。今日は当たってないですもんね。今日は免れたけどね。免れたけど飲み物そこからこっちに移したから。ドーンってなった時怖いってなる。はいということで以上になります。我々メンバーシップもやっておりますのでそちらもぜひチェックしてみてください。ということでご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。